が、この2009年の今、これ、この時期ほど、大変市民の生活が大変な時期はありません。そのことを実感して、今こそ、横須賀市を市民の手に取り戻し、そして、市民のために汗をかく、市政を作りたい、そういう気持ちで、皆さんと共に立候補を表明して、そして今、この黄色いマニフェストを、皆さんに配っております。なかなかデザインが良い。そしてどうぞお手を受け取りください、よくできていると評判のマニフェストであります。このマニフェストで横須賀を変えたい。今日もたくさんの仲間たちが応援に駆けつけてきてくれました。栗山の皆さん、今市民の生活それぞれ様々な大変な状況が続いています。私、弁護士後藤正彦は15年間横須賀市内で市民の借金の相談に当たってまいりました。その中で今本当に市民の生活は大変です。今年になってから大企業に勤めている人3人相談に参りました。どの人もみんな給料が半分に減ってしまった。そして派遣切りに遭ってしまった。さらには職人さんでも仕事がない。本当に今一人一人の市民の生活大変な現地に立っています。こういう時にこそ今横須賀市が市民の肩であるべきなのではないのでしょうか。市民の生活をバックアップするためにもっともっといろいろなことをやらなくてはならないのではないのでしょうか。しかし残念ながら蒲江市長、国から送られてきた官僚市長です。なんとなく覇気がないというのがみんなの共通した見方であります。そしてきちんと市民の声を聞かない。とうとうそのために原子力空母も来てしまいました。そして市民のために汗をかかない。今市民の生活は本当に大変な状況になっていますけれど、市役所が何かをしている、そういう実感がなかなか湧いてこないこの頃です。そして今昨年の6月から住民税が随分高くなったなとお感じになっている方々多くないでしょうか。私たちからはたくさんの住民税を取っていながら、横須賀市長はさまざまな無駄遣いをしています。栗山の皆さん、横須賀市長はたった4年やっただけで、辞めても辞めなくても2500万円の退職金がもらえるんです。その退職金、全く市民の税金を取って自分たちでそういうルールを決めている。これを私、弁護士後藤正彦はまずなくしていかなくてはいけないと思っています。そしてその次に2つ目に美術館、そしてそれ以上のか、毎年4億円ずつ運営経費がかかっています。これも市民の税金から出されています。もっともっと必要な経費があるはずだ。だから私、弁護士後藤正彦は市民参加でこの美術館の運営を見直して、それ以上の他の運営を見直してかかる経費を半減していきたいと考えています。そして3つ目に、栗山の皆さん、今重要なことに、栗山にある汚染ゴミの工場、今建て替えがされようとしています。その汚染ゴミの工場を、汚染ゴミの工場をどこに建てようとしているのか、栗山なのか、おっぱまなのか、はたまた西部地区の長坂なのか、そのことが選挙の前には全く明らかにされていないという問題があります。今また栗山は汚染ゴミの工場が作られて、いろいろな公害の不安に怯えなくてはいけないのでしょうか。私、弁護士後藤正彦は、ゴミの工場の建設は地元の同意なしにはありえない、きちんと地元との話し合いをするべきだと考えています。と同時に、今このゴミの汚染ゴミの工場、なんと市民の税金を230億円使って建てられようとしています。これも全部将来の市民への負債となって残ってしまうんです。このゴミの工場を、今減っているゴミの量をもとに、さらに市民の減量化の努力、それから方式を単純な焼却炉を1本にする、このことによって
230億円の建設資金、40億円のコストカットが可能であります。このことを真っ先に私はやっていきたいと考えています。市民の皆さん、今横須賀の経済、本当に大変な状況になってきています。私、弁護士後藤正彦は日々借金の相談を承る中で、本当に今横須賀市民の生活状況は大変な状態にある、そのことを実感してまいりました。そしてその中で今一番必要なことは地域循環経済、すなわちお金を地域の中できちんと一回り、二回り、三回りと回す、地域の中にお金が行き渡るようにする、そういう経済政策を取ることです。今の横須賀は逆の状態になっています。この横須賀からどんどんお金が外に流れ出してしまっている、その横須賀市外の業者にお金が流れ込んでいってしまっています。だからこの横須賀の地域、なかなか本当に苦戦をしています。例えば今まで栗山商店街とっても元気でした。しかし横須賀市が何の条件もつけずにイオンを認めてしまった、そのことによって今栗山の商店街も苦戦してしまっています。これ以上大規模な店舗を横須賀に作ってはいけません。そして地元の商店街をきちんと保護する条例を作る必要があります。そして地元の商店街にはきちんと横須賀市が人も物も、そしてあらゆる宣伝媒体を使ってもう一度活性化を図る、そういう政策を取っていかなくてはなりません。地域循環経済、地域の中でお金を回しましょう。地域の中で買い物難民が出ないように、もう一回地域の商店街をみんなで守って盛んにしていこうではありませんか。そしてその次に私が訴えたいこと、その横須賀をセーフティーネット都市にしていきたいということであります。市民の皆さん、こんにちは、こんばんは。いよいよ6月28日横須賀市長選挙がやってこようとしています。ぜひ今お配りしているこの黄色いマニフェストをお読みください。あと10日も切りました。今までこの横須賀市、一部の人たちの投票で官僚姿勢が36年間続いてまいりました。市民の声を聞かない、そして市民のために汗をかかない、市役所に行くとできない、できない、これもできないと断りの言葉ばっかりです。市民のために汗をかく、そういう姿勢が全く見られなくなってしまっています。とっても残念なことであります。そして市民の税金を無駄遣いしている横須賀市長は、市民から取った税金でたった4年間で4年ごとに2500万円の退職金をもらおうとしています。こういうものからまず廃止していかなくてはならない、まず会より始めろという言葉があります。私、弁護士後藤正彦はきちんと市民の税金を市民のために使う、自分たちで分配してしまうのではなくて、きちんと市民のために使う、そのためにこのたった4年間でなんと2500万円の退職金、これをまずなくしていかなくてはいけないと考えます。市民の皆さん、こんばんは。いよいよ6月28日横須賀市長選挙です。横須賀が大きく変わる大きな大きなチャンスがやってこようとしています。今までの横須賀市長選挙は投票率が 30% あるいは 40%、 とっても低い水準でした。確かに今まで横須賀市長が誰がなったってそんなに大きな違いはないと思われてきたかもしれません。でもそのことは横須賀市が私たち市民の生活に対して大きな力になってこなかった、その表れではないでしょうか。そして今100年に一度の経済危機の今だからこそ、地元の企業も大変な状態です。市民の生活の苦しみも大変な状態であります。そういう中で今こそもう一度何もしない官僚姿勢ではなくて、きちんと市民の声を聞き、市民のために汗を流す、みんなのための姿勢を一緒に作っていこうではありませんか。
私、弁護士後藤雅彦、この横須賀市内で15年間、市民の立場でいろいろな相談活動に当たってまいりました。